個人主義的無政府主義は、無政府主義の二つの異なった幅広い分類のうち、個人主義あるいは自由主義的な無政府主義の総称である。他方は、社会的無政府主義である。個人主義的無政府主義は、無政府主義運動の中の複数の伝統的な思想の総称で、彼らの意思があらゆる集団、社会、伝統、思想などのシステムによる決定から超越していることを、 強調する個人主義的無政府主義は単一の思想ではないが、時として相互に衝突し合う、個人主義的な複数の思想のグループを指す。初期の個人主義的無政府主義者とその思想には、ウィリアム・ゴドウィン、ヘンリー・デービッド・ソローの超越論的哲学、ジョサイア・オーレンのソベリンティ・オブ・ザ・インディビジュアル、ライサンダー・スプーナーの自然法、ピエール・ジョゼフ・プルードンの相互主義、 ハーバート・スペンサーのロー・オブ・イコール・リバティーそしてマックス・シュティルナーのエゴイズムなどである。この考えはヨーロッパやアメリカ合衆国で広まった。19世紀の有名な個人主義的無政府主義のベンジャミン・アール・タッカーは、もし個人が自分自身を統治する権利があれば、すべての外部の政府は先制であると述べた。ありがとうございます。